はい、では高橋弘輝のシネマ館配信、えー、今日も素晴らしい監督とお話しさせていただきます。えー、まずは自己紹介のほどお願いします。はい、えー、っと、<laughs> 道で拾った女の監督しました、今岡慎治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰しております、はい。毎回ね、あの、シアターセブン等で公開など拝見させていただいて、ありがたく楽しませていただいております。 こちらこそです、本当に。今回も監督流の映画で大満足でございます。ファン大喜びという作品になっていますけど、はい。簡単にあらすじのお願いいたします。えっとですね、まあ、あるトラックのドライバーの男の人が、まあ、主演でして、まあ、彼が。 えー、ひょんなことからホームレスの女の人を、まあはい、道で拾ってですね、うん、で彼女と一緒に、えー、トラックに乗って、まあ、短い距離ですけど、はい、旅をするという、まあはい、ロードムービーになっております変わった形のロードムービーですよね距離が短いのか何か所も行くのかそれがわからなかったりが意外と往復だけのね もう行ったり来たりで。ですね。で我々ちょっと予算の都合上で。期間的に我々は短い期間のお話ですよね。そんな長期の話、ね。のうですね。話。そですね。ねはい。われ、あの一日二日の話の。そうですね。はい。もう、その我に我、ね、がっちりね。こん、なんか、恋愛感覚になるというか。はい。うん、その辺すごいなと思いましたね。はい。こういう恋愛の形も。あるんやなっていうは。はいはい。風に。 初めなんか、導入ムで、今回はこう恋愛系なのか、どうなるんやろうかっていうのが分からなくて、<laughs> 進んでいくうちにあのあ、やっぱり監督らしく、たどり着いたなっていう感じで、させてもらいました今回は意外とあの寄り道がないというか <laughs> <laughs> あ<ー>、なんかこう、いろんな、どうですかねあの、多少違った女の人、男の人出てきますけども。 そんなにこの相関図が乱れないっていうか、監督の相関図があって、そんで、ちょっとその相関図のメインが絡まないっていうか、すれ違いが多かったんです<ー>今回はもう相関図の2人が共にね行動しててっていう感じがあってっ、うん、変わったロードムービーやなと思いながら、やっぱりこうですか、ずっと一緒にいて、 お互いのことを話していくと、やっぱ寄り添っぱり寄添ていくんですかねそうですね。うん、まあ、だから、うん、多分ロードムービーなんで、はい、えっと、こう、まあ、道で出会った人と、うん、まあ、どういうふうに関わって別れていくかみたいな、はいはい、出会いと別れを繰り返すみたいな、なんかそういう形で、徐々にお互いのことが分かっていくみたいな、はいうん、なんか、そういうなんか、うん ね、ストーリーの流れはそういう感じになると思うんですよね。ねちょっと、ね、お互いにちょっと謎めいたところがあって秘密があって、はいまあ、その辺もちゃんとえ、はい、あの描かれてるんですけど、はい、それを見るとあなるほどなだからこうなったんかっていう我こう納得できるというか、はいね、あの僕見てる限りはあのなんか労働分離であの旅をしてる限りはそんなに暗さがなくて。 意外と2人とも銃な感じやったんですけど、はい、意外とその現実、はい、ここ来るまでには、ちょっと銃じゃないっていうか、壁にぶち当たったというかこう、苦節があった2人でしたね、はい、なんかそれが、うん、そうですね。それがあって、こうなるんやなと思いながら、道で拾った女であり、これ、男側から言うと <laughs> どう、どうなんですかね。うん 道で<お> <laughs> 拾った女を拾った男 <laughs>。まあそうです。そうそうそう。そんその辺がそうよ。面白かった。主人公の、ね、男の人もあの、もっとこう一本木で行くんかなと思ったら、そうでもなかったしね。そうですね。ねはい。でも、いろいろ楽しませていただきまして。あのはい どうですかトラックを運転してる人にはあるような話っていうあるような話なのかなどう,どうなんですかねこれはいいですか、ね、いやいやなん,なんか、うんうん、その最初にそのトラックの運転手で、うんあのー、そんな遠く行けないけどロードムービーにしようっていうのは最初それからスタートしたんですけど男の人にまあ ちょっと設定があって、うんまあ、奥さんが浮気してるみたいなのがあって、なんかそのものの本に読むと、タクシーの運転手さんって、まあ、特に長距離の人は全然家帰れないらしいんです週に1回か2回しか帰れなくって、はいはい、しかも、その向こうで積んだ荷をまた別のとこ持って行ったりとかして。はいはい でなんかちょっと寂しくて浮気するみたいなのは、ちょっとリアリティあるかなと思って。そうですねどうしても逆では運転手の方がっていう思いが強かったんで、そういうパターンもあるなってね。その辺も見ていただきたいけど、その辺の浮気の恋愛のところもちょっと予想外な展開でしたね。そっちに行くんやっていう感じで。 思ってたんと違いましたね。思ってたと違う。んか思ってた思ってたりでいくと多分面白くない。それは当然だよねっていう進み方かなと思ってたんですけど、そこは割当然じゃない進み方をしたっていうか、やっぱり上着よりも本気の方が勝ったいなっていう、そこは結局それでみんな、 なんか <laughs> も元のさやというかなんかそこがやっぱりああいろんな状況であっても大事なんやなっていうそうですね、まあ、女の人にしてもそういうホームレスをやってるけど、うん、最終的にっていうのが今回ね元のさややなっていう,う、ねうん、前の2作はなんか,、ね、なんか元のさやに行かないというか元のさやがあったのかどうかわからない恋愛でしたけどねああ そうですね。前回拝見させていただいた作品は。ああ、そうですね。うん、だから、そういうパターンも多分あると思うんですけどね。家戻らないみたいな。はいはいはい。あると思うんですけど、うん、それはなん,かなんとなくなんですけど、こうやっていくと、うん、うん。そう。だから、道で拾ったお女とも多分長続きしないだろうし、うん、みたいなことで。 まあ本当それはな、な,なんかまあ,あの、脚本を作っている時にるあ、やっぱり戻るっていうことなのかなっていうふうに、なんとなく思ってやったんですけどね。あれねなどねでもまあ、面白い主人公の設定で、話もいろいろ面白くてくて、短い時間の中にね、いろんな要素が入ってるなと思いながらいつも通りね、監督の作品に欠かせない川瀬さんも。 出るとそのシーンは持っていっちゃうというかそうですねもうやっぱりそうですね河瀬陽太さんももう本当に付き合い二十年30年近く一緒にやっててそんな毎回でもないんですけどここ最近はちょっとした役は必ず彼に振ってるんですけどやっぱりなんか いいですね。出ないと物足りなくなりますね。ねそうですね。<laughs> 今ね監督の、には、もう、ちょっとでも川瀬さんが出ないと。いやいや、あの、そう、あの、僕の作品だけじゃなくて、今いろんな作品にも出てるんですけど。まあ、はい、やっぱどれ見ても、やっぱりちょっと、やっぱ、なんか、あの、いろいろね、色気みたいなのが、最近。で、うん、出始めてるなっていうのが、すごい。なんか、思っています。その役の人間っていうのが、一瞬見せこう。はい 表現されているというか、そかが少ししか出ないんですよ。割合印象に残るというか、そうですねんなけであとはそんなに絡めへんねやと思いながら、でも見終わってみると、割合印象に残っているという方ですよね。今後もね、出るんでしょうね。向こうが嫌がらなければ、あとスケジュールが合えば。ねお忙しいからですよね。 今回はどうですか、作成、まあ、はもう慣れてあるんで、その難しさっていうのはなかったと思うんですけど、なんか難航した点とかあるんですかこうした点、あのー、トラックの,、うん、あの車内っていうか、はあれ、うんう、なんていうか、運転しながらは取れないんで、はいはい、と止めて取るんですけど、 雨とか降ったら取れないんですよ、はい、あの雨粒があのなんうのフロントガラスについちゃうってるので、スケジュールも5日ぐらいしかなかったんで、うんうん、もう本当にその日に取らなきゃいけなかったんですけど、その日、すごい大雨で、はいはい、でどうしようかって言って、うん、あの屋根のあるところ入らなきゃいけないんですけど、はいはい、トラックってでかいじゃないですか。はい、ないですよね普通は どこにもなくって、ねそ,倉庫とかそうそしたらたまたま倉庫があったんですよ。で、しかもそのギリギリで入るか入らないかぐらいで、うん、なんか入れてみようかって言ったら、本当に頭のそのガラスのとこだけちょっと入ったんですよ。あなるほどね。<laughs> これでなんとかしようって言って、<laughs> うん、う大変でしたね、そうですね、大体倉庫でもそうな撮影は。 荷物出してきてトラックに積みますからねトラックを倉庫の中に入れてっていうそんなに余裕そう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 いうそ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 うっうそ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 がそういうそ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  何本か出来上ましてね。はい、また今回も違う役で。はい。会いたくて会いたくてね、出てあったのね。はい、そうです、うん。でもなんかあの、コメント見るとカス、カスカベはクズって書いてますけど、そんなクズとは思わなかったんですけどね。はい、ああ、うん、そうなんですよね。いや、まあ、クズって言っても、うんうん、あの、例えばお金を拾ったら。はい 警察に届けないでちちょっっと使っちゃうみたいしたら返せないじゃないですか使っちゃったらなんとなくそれとかまあなんかあのー、すごくストイックかなと思ったらあの、はい、デリヘレの女の子を呼んできはい、はい、ちゃったりとかまあ大体いいホームレス連れ込んで金渡してやろうと思う時点で結構、ね、<laughs> 結構。 しょううがない男だと思うんですけど、うん、感覚がね、普通じゃない,いうですか、ねね。で、まあうんまあ、そこらにいる普通の男だと僕は思ってるんですけど。うんうん、そうで,す、ね、で我々、この登場人物が狭い中で、ちょっと絡みが、先ほど相関図言いましたけど、意外と相関がね、はい、あったりして、そこ、はい、あの面白いなと思いましたね。<う>関係ないようなところでことが起こってたのに、意外と。 このの狭い世界中で起こっててすごい面白いなと思いながらやっぱりみんな悪いことはできないなっていう誰かが見てるような感じもあってそこは面白かったなはは、うのでその辺のそのんかそのくず感と先ほど言いました元のやか感のちゃんとしたところとね なんか相対するところがあるんですけどね。でも、なんか最後はちょっと拍手で見送りたいなっていう感覚でしたね。思い切りこう祝福じゃないんですけど、はい、はい、こうこう頑張れよみたいな感じで <laughs>、お二人に拍手を送りたいような終わり方で,そうです。よねだから、なんかこうスカッとするというか、うん、よっていう感じで終われるような <laughs> あ。 そうですよね、うん、多分あれ、うん、あの二人戻ってもそんなにいい、うん、いいようにはならないというかまた同じように大変なんだけど、うん、みたいな。だけどなんかこの数日間、うん、あの5日間ぐらいの,この出来事が後々っていうかあれは変な体験だったなとか言って、うん、なんか思い出してちょっと。 いつもの日常なんかちょっっと頑張れるっていうかか、うん、なんかそういう経験も僕もあるんで,でなんかうんやっぱりあの笑っちゃうような悲惨な出来事とか、うん、そういうのを笑えるようになればなんかいいかなっていう感じですねそういうつもりはちょっとあったんですけど、はい、まあ別にこの出来事がきっかけで2人が大きく変わるっていうことじゃないと思うんですよね人生が変わったからこうなったっていう部分の なんか追加点みたいなね。追加点みたいな感じの話、ね。はい。でもね、今日いろいろ話させてもらったのが、はい、映画を見てもらうといろいろ分かる。そうですね,ね。全部言っちゃうとう、もう全部出た話のあらすじだと全部なんかそれを確認するい,いくだけの感渉になっちゃうんで、そうですね。こういうあのインタビューとか割合難しいんですけど、あ<ー>気に入ったところを言いたいですけど、そこが割合<ー>メインになるから <laughs> 言えないし。 たぶん監督からしても見てほしいところ行言っちゃうと、そうですね、難しいですね。だ,だけど、うん、そうですね、でもあの、そのホームレスやってくれた佐々木コ,コネさんって、はいはい、今回僕、初めてあの出てもらったんですけど、はいはい、すごく、なんていうか、言い方変ですけど、男っぽいというか、切符がいいというか、うん、別にね、あの なんか、ちょっとおしっこするシーンとかあるんですけど、あまね、あいいっすよ、どこでもいいっすよ、みたいな。<laughs> 普通にペロってお尻出してましたからね。いや、いや偉いな、い<や>この人、<laughs> と思って。いや、まあ、他のでもねあん、すごくもう、もう、もうまあ、別にその話の流れから言ったら、そうなるのは当然じゃないですか、前はね。ね演技は、演技はおんだけど、普通のその流れを考えるんあれば、うん、そういう。 状況にあったらそうするよねっていうだけの話ですよね。まあ変なんですけど。それがまあ演技としてできるかどうかなんですけどね。まあ何かしばそういうところね、うん、ありましたよね。はい、まあ違う方にも思い切って演技を <laughs> してるなっていう。はいはい、う監督はもうみんな安心していいですよって言うんじゃないですか。<laughs> <laughs> そうなんかな。<laughs> うん、いやいや、まあそう。あのね、いろんな人いますけど、本当に。うん、ちゃんと危なくない程度でちゃんと表現し、はい してくれるいうそういうシーンもありますから皆さん楽しみに見ていただきたいと思います。サービスショットは一応あります、ちゃんと。ありましたね。あります、ちゃんと。他にもそこまでそこまでするんやっていうのをり感じるシーンもありましたので。ちょっと おっちゃんらが喜ぶところも <laughs>、うん、<laughs> ありますんで。そういうとこもないと、こういう作品はちょっとね。うんはい、でもそれがね、<ー>今川監督の作品の起きてというか <laughs>、それはそれがないと起きて <laughs> <laughs> そうですよ。それはそうですよ。<laughs> ね、やっぱりそれは貫いていっていただきたいと思います。まあ、それだけがメインじゃないんでね、はい、それもありませ、あ、さっき話させていただいた中では、やっぱりそういう、ね、行為も。 人間の差がですからね。はい。それがあってもやっぱり物語というか。そうですね。うん。こんだけ物語があって、それがないのもどうかなっていうね。逆にそっちの方が変かなっていうのも、うん。ああ。ごく自然な流れやなっていう。うねね、はい。と思、はいますねそれ皆さん劇場の方で、えー、確認していただきたいと思います。はい。今日、はい、大阪は来られるんですか今回は。大阪なし。今回はね、僕、はい。 僕、たぶん行けない。<laughs> だけど、佐々木コ,コネさんが行くみたいなんで。あそうなんです、はい、11、12って2日間ぐらい。<laughs> あ偉いなぁと思って。えらいですね。ら偉いっすよ、はいもうそう。褒めたたいてください。ええ、本当にいいっすよ。彼女はいいです。素晴らしいと思います、はいま。またね、なんかの違う作品でね、使っていただいたら面白いなと思う、はいはい。では、最後になりますけど、また、えー、最後、メッセージをお願いします。はい。えー、まあ、その、 すごく重,重苦しい話でもなくその何か見て役に立つみたいなのは多分ないかもしれないんですけど、はい、見てなんかやっぱりちょっと人間って面白いなとか、うん、あのなんか悲惨な出来事もちょっと笑って見れたりしたらあれあの明日からまたちょっとだけ元気出るかなとか、うんはい、そういうところはあの感じてもらえればいいなと思う。 あ,のとまあ、あとは佐々木心音さんがもう本当に、ば、あのー、ーンと思,思いっきり自由にやってもらってるんで、うん、のその生き生きとしたところ、浜、うんまあ、田さんももちろんそうなんですけど、出てる人、みんな好き勝手にあのやりたい方でやっておりますんで、<laughs> はい、そこら辺を見てもらえると助かります。はいはい それをね、ゆるさんが一番いい演出だったかも、わかりますね。<あ>自分にさせたという演出やりたい。はい、自分、はい、もね <laughs>、はいえー、いよいよ東京の公開から続いて大阪の公開になりますんで。皆さん、ずいぶん劇場の方に足を運んでいただきたいと思います。微、はいえー、力ですが、応援させていただきます。はい、ありがとうございます。えー、本日は忙しい中、どうもありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。